南の島からこんにちは、バリ島旅行の味方アリです。ヘンリーです。今回はですね、バリ島旅行に使えるインドネシア語ランキング5選ということでやっていこうと思います。やっぱりですね、ローカルの人はインドネシア語で話せたら嬉しいですね。めっちゃ嬉しいです。インドネシア語できるんですね。旅行どんな場面なのかをちょっと考えながら5選選んでいこうと思います。それではバリ島旅行スタート。はい、第5位、テリマカシーですね。テリマカシー、これはやっぱりみんなさんも知ってるんですね。テリマカシー、ありがとうございます。ありがとうという意味で です、ね、感謝の気持ちを表す時の言葉です。そうですね、相手がやっぱり気持ちいいですね。この言葉がちゃんと言ったらなんかわあ嬉しいなみたいな感じですね。そうですね、テリマカシー、テリマカシーですけど、最近マカシとかもよく使うんですね。そう、なんかありがとうございますな、長すぎてありがとうみたいな、マカシアザスそうですね。そんな感じですね。第4位、ティダアパパですね。ティダアパパ、そうですね。これはどんな時使いますか？例えばごめんって言われた時です。そうですね、ティダアパパ、ティダアパパみたいな感じで、まあよく使うんですね。ティダアパパはなんかこれはつけるんですか、つけないんですか、ああティダアパパとか、その場面も使います。使いますよね。大丈夫な感じで同じですね。なんか違うが違うパターンがありますか？なんかインドネシア語と日本語はありますか、ヘンリーさん？ほぼ一緒ですね。そうですね、ほぼ一緒です。怪我しないですか？あ、大丈夫。あ、なんか忘れ物あるんですか？あ、大丈夫。大丈夫です。tidak apa-apa。 tidak apa-apa。 そうですね、 tidak apa-apa。 tidak apa-apa。 tidak apa-apa って覚えて、tidak apa-apa ですよ。tidak apa-apa。 それはレブです。はい、第3位、サキッですね。これは痛いっていう時に使います。そうですね。まあ触ったら痛いとかはみんな分かるから、じゃあこれは絶対に必要と思います。なんかそうですね。例えばお腹壊しちゃった時とか、そうですね、痛い、トイレ行きたいとか、とかそうですね、なんか頭とか、そうですね、そうですね、痛い。コナエンとかですね、痛い。コナエン、サルヤワン。なるほど。とかよく使います。サキッ、そうですね、サキッ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 、うん、何でも触ってください。痛いとか病気とかの時に使います。そうですね、うん、旅行中にいきなり車で、わーなんかそうですね、頭が痛くて、あ、中止しましょうかみたいな、あ、先、あ、とか大丈夫ですね。tidak apa-apa、使っても大丈夫ですね。はい、第2位、tidak pedas。 これは日本ですね、日本人ですね。はい、特にバリに来たら多分皆さん食べ物が辛いと思うんですね。そうですね、いっぱいな、はい、普通はまあ、あまり辛くないんでも日本人は辛いって言うんですね。そうですね、ちょっとピリ辛が苦手な人特に使えると思います。バリ島では結構、いや辛くないよって言われてもそれは信用しちゃダメです。そうです、はい、なので tidak pedasうん、tidak pedas と言ったらはっきり言ってください。はっきり、そうそうそう、言ってください。それだったら完全に唐辛子がなしですね。そうですね、バリ島では結構サマルがあるんですね、うん、そうです。サマルって唐辛子ペスト、そうですね、的なのはいろいろありますよね。そうです、どこ行ってもあります。あります、種類もいっぱいありますよね。そうですね、なので
辛くないよ、辛くないでしてほしい、そうですっていう方は、ティダクパダスって言ってみてください。はい、はい、第1位、満タン満タン。そうですね、これはまあよく使うんですけど、意味がいろいろにできるんですね。例えば、なんか料理してるとか、うん、味はどうですか、満タン、美味しいという意味ですね。マッサージとかスパとかだと、うん、痛くないですか、先って聞かれることもあるんですけど、またって言ったら気持ちいいという意味という意味ですね。ポジティブな感じですね。いいね、いいねとか、そうですね、これはいいですか、あ、マンタップとか、そうですね、金玉にの景色がマンタップとかもいいですね。大丈夫です、はい、使える。はい、ということで5校のインドネシア語ですね、紹介しました。はい、いかがでしたでしょうか、皆さん使ったことありますよっていう方いますか。そうですね、使ったことあったら、コメントに書いてください、皆さん。はい、皆さんがいいなと思ったらグッドボタン、グッドボタン、はい、皆さんいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お忘れなく、よろしくお願いします。はい、それじゃあまたまた次回の動画に会いしましょう。バリトル横の見方、ありでした。バイバイ。バイバイ。え、リムさ、メガネにさ、この丸が反射してさ、変にだけさ、ずっとさ、C3PO みたいな、あの、なるほど。それが面白かった。